元宮崎県知事で政治評論家の東国原英夫氏が13日、タレントの RYUCHELL さんが12日に死去したことを受けて、ツイッターで、政治は動くべき、と主張した。RYUCHELL さんは元妻でタレントの PECO との間に長男を授かったが、昨年8月に離婚を発表。RYUCHELL さんに匿名で誹謗中傷した者たちに対しては、ネットなどで批判の声が上がっているが、東国原氏はこうした問題への課題としてツイッターで、1LGBTQ 理解増進法を改めて精査。見相手を死に追いやるような悪質な罵詈雑言や誹謗中、傷等の徹底的取り締まり、と提言。